嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。私がウーバー中に車と事故り弁護士を雇い過失重ゼロでこちらゼロとなりました。治療中も配達してましたが休業損害保障に弁護士に配達してないと伝えています。すでに相手保険会社から全額請求を受け取りましたが後になって相手から通帳の中身を全部見せてくれと言われたら弁護士に配達して胸を打ち明けるべきでしょうか。はい。弁護士は基本的にはあなたの味方です。なので真実は伝えてください。要は本当はやってました。なのでこれをごまかしたいです。どうやったらごまかせますかって相談してください。その相手の弁護士じゃないですよね。相手の弁護士だったら言ってもしょうがないです。要は自分側の弁護士であれば味方なので自分の情報は全て出してください。で最適なアドバイスっていうのをもらってください。要は自分の味方である弁護士に嘘ついたり隠し事をするとその弁護士が最適なやり方を知っててもそれを教えてくれなかったり間違えたりするんですよ。なのできちんとその信用できる弁護士頼むっていうのも重要なんですけど、その弁護士さんにはちゃんと情報を出した方がいいですよ。何度もすいません。相手中学生として話しかける件についてです。在日10年のアメリカ人にもひろゆきさんは英語で話されますか。あくまでこれは例えなのですが、過分な配慮は相手の気分を損ねると考えています。言わなくても分かるねといったあうんの呼吸でのコミュニケーション、仲良くなることも必要だと考えています。まあ、あなたがそう考えてるならそうすればいいんじゃないですか。で、在日10年のアメリカ人で、その人が何語で僕に話しかけてくるのかで、その何の言語を使うのかで決めます。例えば、そのアメリカ人が拙い日本語で話しかけてくるんだったら、僕は日本語で返します。ただ、その人が英語で話しかけてくるんだったら、英語で返すし、フランス語で話しかけてくるんだったら、フランス語で返します。それは、相手が選んだ言語に合わせるっていうので、相手に配慮してるってことだと思います。で、その、過剰な配慮って、をしているのが相手にとって失礼であるっていうふうにあなたはそう思うんですけど、多くの人は配慮をされたということは自分のことを気を使ってるんだなって感じるんですよ。なので配慮がされてるっていうのを感じるっていう状態の方がプラスに受け取る人が多いです。で、そのトマトカッペリーニさんは配慮されたっていうのを感じるとそれがマイナスであると思う人なんだと思いますけど、残念ながらあなたは少数派です。で、他人がそれを見たときに、要は、相手のためを思って僕は配慮しなかったんだよって言ったときに、そっか、トマトカッペニーニさんはそうなんだねっていう人より、いや、配慮してねえんだから、それは配慮してると思われるわけねえだろっていうふうに、第三者は判断するので、なので、配慮してるっていうのがわかる証拠だったりっていうのを客観的に見て、その、敬意が伝わるっていうのをやった方が得なんじゃないかなと思います。トマト美味しいよね。そうですね。まあ、イタリアのトマトが割と美味しいんですけど、その、なんだろうね、長っぽくて、めちゃくちゃ赤い、まあ、赤いその完熟のものしか、使ってないような缶詰っていうのが、ちょこちょこ売ってるんですけど、1缶100円ぐらいで。で、普通のトマトより多分そっちのトマトの方が美味しい気がするんですよね。スーパーとかでトマトって売ってるじゃないですか。で、新鮮なトマトって、まあ、新鮮なトマトでそれなりに美味しいんですけど、で、僕乾燥トマトの方が好きなんですよね。酸味のある。で、トマトってイノシン酸が入ってるんだっけな？旨味成分が入ってたりするんですけど、なのでトマトとして美味しいイタリアのトマトが缶詰になってたり乾燥になってるものの方が、鮮度の高いトマトより美味しいんじゃねえかなと個人的には思ってるんですけど、はい。2億くらいプライベートバンクに預けたいのですが、知ってる範囲で詳しく教えてください。まあ、たった2億だと大したことできないですけどね。じゃあ、仕組み債を作りますとかでも、一発1億からなんで、要は2発しか作れないんだったら、頑張らないですよね、担当者も。なので、たかが2億であれば、プライベートバンクじゃなくて、普通の銀行とか、自分で株とかを運用すればいいんじゃないかなと思います。前の録画放送で関税が個々に入らない想像について質問したものですが、関税を取るためですが、ググっても日本関税団体とか税関しかできません。どうにも個々に入らないという想像ができません。想像してください。難しければ Twitter で URL つぶやいてほしいです。はい、じゃあ後で Twitter で流しておきます。ノイズミュージック好きなのっておかしいと思う。別に僕の知り合いのひよいさんっていう人が、これ名前言っちゃいけないですけど、まあ、横山なんとかさんとか、うんこ食う人いるんですよね、世の中。でも好きでうんこ食ってるんで、別におかしいとかじゃなくて好きなんだなと思ってます。はい。これ言うと怒られるんだよね。すいません。彼は食ってはいるけど、好きで食ってるわけではないです。はい。
こんばんは、学習塾経営39歳です。今は順調ですが、リニア開通前に JR の株を買うのはありでしょうか。いやー、僕はやめた方がいいと思いますけどね。人の移動自体がどんどん減ってってるのはコロナの影響もあるんですけど、その、リモートで結構なんとかなるよねっていうのが伝わっちゃったんですよね。昔だとその大阪に新幹線で行って大阪出張して対面で話すっていうのが当たり前だったけど、別にそのなんかリモートでなんかオンライン越しで会話しても別に必要な会話はできるよねっていうのが世の中に伝わってしまったので、なので移動っていうのはどんどん減っていくと思うんで、その航空会社とかJR とか厳しくなるんじゃないかなと思ってます。社会福祉の大学卒納生、卒業生かなの学校でボランティアをしています。内容は障害についてです。子供にどのように障害を伝えればいいでしょうか。どういうこと？子供に障害を伝えるの？その、大学生に対して、障害者ってどういう障害があるよって伝えるってことですか？でもそれってその、知能だったり、その、物理的な障害だったり、いろいろ幅広い障害者がいると思うので、連れてくといいと思います。要は障害者で、じゃあ足動かないっていうだけで、知能まで問題があると思っちゃう人って結構いるんですよ。要はその、障害者であーうあーって言ってる人っていうイメージがある人って、障害者イコール頭にも何か原因があると思っちゃってる人もいるので、要は機能障害なだけで頭は何の問題もないですよっていう人もいれば、機能はすげえ早いけど、頭ちょっと微妙っていうボクサーみたいな人とかもいるんですよね。そのボクサーの人で言葉も微妙なんだけど、ボクシングすると異常に強いみたいな人がちょこちょこいるんですけど、っていう感じで、その世の中にはいろんな障害者がいて、いろんなパターンがあるので、障害者だからこういう扱いをした方がいいとか、例えばその、子供言葉を使う人っているんですよね。何々ちゃん、何々でちゅか、みたいな。別に障害者であっても、子供ではないんですよ。なので、普通に大人の障害者であれば、大人としてコミュニケーションを取るべきなんですけど、なぜか子供扱いをするっていう人もいて、そういうもんじゃないよねとか、もちろん子供扱いされるのに、違和感を感じない人もいるんですけど、違和感を覚えない人もいるんですけど、大人なのになんでこの人は子供言葉で喋ってくんのって思う障害者の人もいるんですよ。なので、いろんな人がいるので、いろんな人がいるっていうのが分かるようにした方がいいんじゃないかなと思います。投資詐欺に騙される人を減らすにはどんな方法がありますか？みんな貧乏になればいいと思います。貧乏になると投資詐欺にお金を払うような余裕はなくなるので。南方の申請を通すときに窓口の担当者によって申請続か率は変わりますか？変わります。全然変わります。脳性麻痺のボランティアのものです。FF さんが脳性麻痺なのかな？で、自分の脳性麻痺がこういう状態ですっていうのを伝えるってことですかね。であれば、正直に自分が思うことだけを言った方がいいと思います。要は、いろんな考え方があるんですよね。例えば、脳性麻痺の人でも、めっちゃセックスしたいって言ってる人もいるんですよ。でも別に性的なのとか興味ないっていう人もいるんですよ。で、障害者って性的な興味がなくて、子供のような天使の心持ちですみたいな人って思いがちな人がいるんですけど、でも別に障害者も人間なので、性欲あるやつはあるし、Z 竹さんみたいに不倫しまくる人はするし、どうやってやったのかわかんないですけど、っていうので、割といろんな人がいるんで、要は障害者ってこうだよねっていうのじゃなくて、別に金は欲しいし、美味しいもんは食いたいし、風俗も行きたいしって思うんだったら、そうですよっていうのを伝えた方が、障害者ってこういう人もいるんだっていうのがわかると思うので、いろんな質問に対して真摯に、思ってることを素直に言うっていうのがいいんじゃないかなと思います。ファミレスのドリンクバーをお金を払わずに飲んだらダメですか？ダメですね。バレなければいいですか？バレなくても犯罪は犯罪なので、はい。大手1位サイトから API を介して大量の商品情報を引っ張ってきて、自分の1位サイトでその商品を売るアイデアに対してどう思いますか？無在庫輸出専用です。全然ありじゃないですか？転売屋ってそういう仕事なので、メルカリで調べたやつをそのまま eBay で流して、で eBay で発注が来たらメルカリで買うみたいなのも、全然やってる人いっぱいいると思います。結局日本が変わっていろいろな問題解決するのは老人が減り始める2042年以降だと思っています。いつから日本は変わると思いますか？変わりません。老人は減らないです。高齢者比率はどんどん上がっています。日本は平均年齢ずっと上がり続けています。
なので、老人は減らず、子供は減り、若い人は減りってなるので、でも日本が変わるはまあ何をもって変わるなのかわかんないですけど、高齢者優遇っていうのは変わりません。なので、日本を変えるよりも自分の環境を変える方が僕はいいんじゃないかなと思ってる派なので、ではその、まあ、高齢者優遇措置っていうのは日本はずっとやり続けてるんですけど、で、それはもう僕は変えることはできないので、なので、住みやすい国とかに住んだ方がいいなと思ってるので、じゃあなんでフランスに住んでるかっていうと、フランスで永住権取ると、ドイツでもオランダでもイタリアでもスペインでも EU の好きなところで暮らせるようになるんですよね。で、カナダの話をちょっと先ほどしましたけど、じゃあなんでカナダって言ったか、例えばアメリカ行きたかったらアメリカ行けるしっていうのもあるっていうのもあって、なので自分が住みたいところに住めるっていうところに行ける状況にした方がいいなと思ってるんですよね。では自分が住みたい状況にしたいときに、日本を変えるっていう手段と、自分が住みたい場所に移動するっていう二つのやり方があると思うんですよ。例えばじゃあ東京都北区赤羽で生まれました。でも東京都北区赤羽が、気に食わないと。その時に、じゃあ北区の区議会議員になって赤羽を変えるっていう手段か、板橋に引っ越すかっていう手段があるんですよ。で、区議会議員になって変えるっていうのでも、じゃあ区議会議員になるためには高齢者に支持してもらわなきゃいけないから、高齢者優遇良くないよねって言ったらもう議会になりませんと。それだったら板橋区行った方がいいよねっていう感じで、僕は割と状況を変えることはできないと思ってるので、要は大衆の考えを変えることは一人の個人ではできないと思ってるんですよ。なので、じゃあ自分がこの状況良くないなと思うんだったら、自分が変わっ、要は自分の住む場所を変えるっていう、自分が変わる方が効率いいよねっていうふうに僕は思っています。